春といえば引っ越しシーズン。今回は清瀬市のある引っ越しを取材しました。その数およそ4万という大移動です。清瀬市の資材置き場にあるたくさんの木箱、中にはミツバチ、その数およそ4万匹です。実は清瀬市、市で飼育している西洋ミツバチから毎年50キロほどの蜂蜜を収穫しています。そんなミツバチたちですが、この春引っ越しを迫られていました。現在飼育されている市役所は老朽化が進んだため取り壊しが決まっています。市は新しい庁舎を建設中で、それに伴いミツバチたちも新庁舎の屋上に引っ越すことになったんです。この日トラックはおよそ5分ほど走り新庁舎に到着。ミツバチたちは新しい住まいが気に入ったようで、早速元気に飛び回っていました。清瀬市の蜂蜜といえば加工されたジェラートが人気商品。今年は新たな商品も。今年新年度につきましては、清瀬の農家さんともコラボをしまして、その農家さんが作ったブルーベリーと蜂蜜とアーモンドを合わせたジェラートを作成する予定であります。春の引っ越しシーズン、無事に引っ越しを済ませたミツバチたちは新しい住まいで気分一新。おいしい蜂蜜を作るため、今日も市役所の屋上から飛び立ちます。